い、こんにちは、コムさんです。イタリア、日産 R92CP ね、続きやっていきたいと思いますが、前回は、筋彫りね、途中になりました。動画の中では途中になりましたけど、こんな感じでね、全部まあね、見比べないんでわからないと思いますけど、結構ね、深く掘りました。ギリギリぐらいかなっていうところまでね、掘りました。そして、今日はね、表面処理とかやっていこう思うんですけど、このパーツに関しては、ここにあるね、このラインがいらないんで、これ消していくというところと、あと、まあ、もろもろやっていきますが、まずね、ここのね、ディフューザーの、厚みね、まあ、実写もね、ある程度はあるんですけど、ちょっと分厚く見えるんで、じゃこう内側からちょっとだけ減らそうと思うんですけども、その前に、ここのね、押し出しピン跡、ここだけね、そうやな、4、5、6、7、これは出っ張ってるんで、出っ張ってるやつは、ここは出っ張ってるね。この出っ張ってるやつはね、1、2、3、4はいらないと思うんですけど、へっこんでるやつだけね、イージーサンディング塗って削っていこうと。これもね、出っ張ってるんで、これだけなんですね。これだけイージーサンディングをね、塗って、ちょっとイージーサンディング出していきますね。イージーサンディングを塗って、削ると。削って調整していくというところですね。ちょっと出して、ね、もうすぐ締めときますね。どんどん出てくるんでね。はい、そしたら、どれだ、これやな。まずここがね、重要ポイントなんで、足るかな。出し足らないかもわからんけどな。もうね、薄々でいくんで、あとここにね、穴あるんで注意ですね。ダボ穴。ちょっとね、薄々、できるだけ薄々ではいきたいんですけど、ちょっとこう、ね、分厚めに塗っとかないと、薄すぎたらね、結局そこまで足してなかったら、ね、削れないんで、これね、片っぽね、これは片っぽだけちょっとね、膨らんで、片っぽへこんでるんですよ。微妙なところではありますが、これは出てる。んで、これか。こっちか。映ってるかな。瞬着言ってもね、そんなに、ベテランの方はこの話はね、もう知ってる話なんで、あれなんですけど。まあ、瞬着のことについてはね、ほとんどの人知ってると思うんですけど、そんなにね、急激に乾かないんですよね。固まらない。出してしばらくの間はね、余裕で、作業ができていると、できると思いますので、慌てる必要はないですね。分厚く塗れば塗るほどね、乾きは緩いんで。もかな、ちょっと今ここ足らんので足しました。なんかな、ここもちょっといこうか。ちょっとね、少しこんもりしてる方がいいですね。削った時にへこまないんで、削っていってへこんだらね、結局また盛らなあかんってことになるんで、ここやな。まだ他のパーツにもね、イージーサンディング、押し出しピン跡をやりたいところはあったりするんですけど、もう今回は、最小限でいっとこうかなと思います。見えるとこだけね、最小限で。はい、このもんかな。他のパーツ多分大丈夫だと思うんですけどね。そして、いつものね、ごとく、これいきます。これですね。これ瞬着硬化促進剤ね、硬化スプレーです。これをね、拭いていきます。これであっという間に乾いてくれるので、瞬着もね、これ やったら瞬時に固まりますけど、これやらなかったらね、しばらく置いとかないと固まらないね。はい、初心者の方とかね、これの存在知らない方はね、やってみてください。で、もうね、ほんまこれドバーッといらないんですけどね。あ、ちょっと画面変えようかな。
こんなもんですね。今見えたでしょうか。はい、これね、こっちも。もうちょっとでいいですね。ちょっとかかったら固まるんです。だからこのスプレーは結構ドバッと出ちゃうんで、結構飛びますね。で、まあ低周タイプなんで匂いはマシなんですけどね。結構出るんで、ドバーッと出さずにシュッシュッシュッってちょっとずつかけるのが、コツかな。はい、ということで画面変わりました。ちょっとファン止めます。もう低周タイプなんで匂いほとんどないんでね、ファンもしばらくあれだけ吸いてくれたら大丈夫。もうで、今一瞬ね止めてこっち画面変わりましたけども、もうすぐにね、録画ボタン始まっております。録画ね始まってますが、もう固まってます。すぐにね固まっております。これをもう削っていっても大丈夫です。これもね固まってます。ちなみにね、さっきのね紙のところに出したね瞬着ちょっと触ってみると、まだこんな感じでねニョニョニしてます。まだ使えます。これはねもったいない話なんですけど、まあしょうがないんでね、また行ったら使うかなというところで、ねこんな感じでね固まったので、これはまあ削っていくんですけど、まずさっきね最初にねこれ削っていきますね。今言ってたようにね、ここをね厚みを削っていきます。これちょっとね水研ぎにしたいんで、ふるっての、まあいいか、まあいいね、からでいきますもうね。はい、内側からね、薄々言うてもねめっちゃ薄々しません。さっきも言ってたようにね、ちょっとだけね厚み残します。今のこのパーツのこの半分ぐらいかながベストなんじゃないかなってコムさんは思ってます。厚み的にはね、もうこの辺は感覚で削っていきます。削りすぎないように注意はしますけども、丸い面になっちゃうんでね、あんまりこっちぐーっと削っていっちゃうとそれだけ注意ね。薄くちょっと角角で残ってるんですよね。まあ別にね、もう薄々になってもええかなっていう気はするんやけど、あ、こんなもんかな。もうちょっといきたい。うん、よく出てくるんですよね。もうちょっともうちょっと入れで、結局薄、まだ薄々になっちゃうっていうね。もうちょっとこっち、こう、もうちょっとね。うん、こんなもんかな。はい、もう分からなくなったけどね、こっちとこっちでね、分かりますかね、こことここ厚みが違うね。だいぶ斜めになるんでね、こう分かりにくいですけど、もうちょっといこうかな。もうちょっといっとこう。ね、こんなもんかな。もうこんなもんやね。はい、もうこの辺はもうコムさんの、自己満足の世界というかね、コムさんの、好みというか感覚でね。やっていくんです、ね、ここは丸くいい感じで、ね、角じゃなくて丸くいい感じに削って、釣ってるでしょうか。全体的に薄くしようと相当削っていかなあかんので、ね、もうこの部分だけね、あまり極端にこうグイッとこう丸くねなっている、なってないのだけね注意して、ならないようにだけね注意して、あんまりこう極端にグイッと丸くならないようにね、自然にシューッと見えるようにだけね、心がけて削っていきます。なんかな、ここがもうちょっとやな。これちょっとスポンジやすいでいこうかな。ここ丸いんでね、これ紙やすの同じね、紙やすの600番、さっきのは100均の600番ですけど、こんな感じでしょうか。もうちょっと攻め込む人はもうちょっと攻め込んでもいいかなと思いますけど、コムさんもこのぐらいにしとこうかな。実写の感じで言うともうちょっとね、もうちょっとかな。ね、実物に換算するとね、ここも結構薄々になるよね。
結局はね。ただこのちょっとこうね、平らな部分というかな、面の部分がちょっとだけ残してる方が実写に近いというかね、なのかな。よし、こんなもんでしょう。これ左右分かりますかね。だいぶ薄くなったでしょ、こっち側ね。はい、こんな感じでね作ります。もうこの程度でいいと思います。はい、こんな感じでね、うすうす攻撃、あ、うすうす攻撃っていうのはコムさんが勝手につけてるね、あのこの作業の名前、こういう作業のね名前なんですけどね、なんだそれっていう感じはすると思いますけどね、コムさん動画の中ではねこういう感じで勝手に名を付けております。はい、あの他で言ってもね通用しないので注意してください。でコムさん動画の中ではねそれで楽しんでいただけたらなっていうふうに思いますけど、はい、だからね、あのあんまり癖になっちゃうと他で言っちゃうんでね、口癖になって言っちゃうんで、あの注意してくださいね。他であのうすうす攻撃って言っても通用しないんでね。はい、こんなもんでね、どうでしょうか。だいぶ薄くなりました。で、今から、やっていく作業としては、まあこれもやっていったらいいんですけど、これちょっと置いときます。まずね、表面処理も表面処理なんですけど、表面処理するにあたってね、これ削れていくんですよね。表面がね、かなり。もう砂布を吹かずにいくんですけど、ね、ここにね、このキット作った方はもうご存知だと思うんですけど、こういうね細かいちっちゃいねへこみモールドというかな、ここにあるんですね。これがね、実写の場合つらい位置か、もしくは多分出っ張ってるんかなっていうと思うんですけど、もしかしたらつらい位置なのかな。うん、クイックファスナーになるのかな、なんかそんな感じで多分つらい位置になってると思うんですけど、ね、モールドとしては塗装削ったりとか塗装したらこれ完全に消えちゃうんで、まあいいんですけどね、つらい位置で、コムさん別の方法でいつもやってるんですけど、こうね、貼ればいいんですけど、ちょっとだけへこみ残っててほしいなっていうところあるんでね、これをドリルでピンバイスですね、ここね、あんまりガソッと穴開けたらあかんので注意がいるんですけど、ちょっとだけね、これ 0.4 ミリです。ちょっと削りカス出る程度でどうかなって思うんですけどね、これ穴開けるときに穴が二重になったりね、えがんだりしないように注意は必要です。はい、この辺は感覚ですよ、削りすぎないようにね、力の回転回数数えててもいいんですけど、力の入れ加減でまた変わってくると思うんでね、このピンバイスの先端がね沈んでいく様子をじっと見ていってっていう感じですね。はい、これ今ね4つある中の3つ開けたんですけど、これとこの3つがね、これが浅くて3つがね深いのね、わかるでしょうかね。この程度だから筋彫りでするぐらいの程度、うん、塗装で埋まったりとか表面処理した時に埋まったとかっていうね、ないように、まあね、もし埋まったら埋まったなりの、ね、表現方法もあるんでそれでいってもいいんですけど、少しだけね、あんまり深いとこ目立ちすぎるんでね、穴として見えちゃうんでね。はい、ここもね、この穴ちょっとちっちゃく見えるんやけどな、一緒でいいかな、あ、いけるね、うん、これはもしかしたら埋めちゃって、いつものコムさんの貼り物のやつで表現した方が
いいのかもしれないですね。まあクリア前にちょっとその辺はね、ちょっとこう判断して、まあ張りもんは多分張っていくと思うんですけど、またそのね材料はその時に紹介します。コムさん動画よく見ていただいている方はご存知だと思いますけど、覚えておられるかな、わからないですけどね、050のね、トヨタの050のやつのね表現したりとか、あと何やろ、F10 の時にね、フェラーリの F10 の時にやりましたね。カウルのねクイックファスナーの表現でね、ちょっと浅いなと思ったらまたちょっと上げていきます。はい、こんなもんですね。結構深くなったと思います。これもうこれね、向こう側透けて光が見えてるんですね。はい、こんな感じで、でこっちちょっと浅いの分かるかな、これ浅いですね、やってない方。これも見比べられへんよね、こんな感じで、でこっち浅いでこっち深い、そういう感じでね、やっていきます。これどうしようかな、これはなんか別やからいいか、このままで。はい、リアカウルの方にもあるんですね。4箇所ですね。で、フロントのこれね、ここら辺にもあるんですけど、これはね、ちょっとね、しっかりとモールド入ってるんで、消えかけたら開けようかなと思います。塗装とかね、していって。消えない限りは、どの道ね、シルバーに塗るか、シルバーの貼り物ね、いつも言ってる貼り物なんですけど、もう今出した方がいいかな。出てくるかな。手元にないね。はい、またね、張り物の方はまたね、その時にまた準備した時にね紹介しようかな。ここね、これちょっと注意です。ここはねめっちゃ薄いんです。このね、今開けてきたやつ全部ね薄いんで、開け直しというかな、立て直しね、このモールドの立て直しなんですね。で、今言ってたフロントの方のやつ、大きいやつは、しっかり見えてるやつはもう消えそうにないんで、もう開け直さないというところです。で、このカウルなんですけどね、開け閉めして楽しむ場合はね、ちょっとこの、今回は開け閉めするようにはしないですけど、ね、開け閉めして楽しむ場合にはね、ちょっと薄くしたいかなっていうところはあるね。厚み、ここの辺ね、こう開けた時にね、ここだけでもね薄くすると感じがいいんじゃないかなっていう気はします。はい、このままあんまりへこめてもね良くないんで、このぐらいにしときます。ほんま消えそうなんですね、これは。
フィンバイスもちょっと引っかかりにくいぐらいの穴なんで。はい、こんな感じでいいかな。はい、そしたらね、このイージーサンディングやったやつね、削っていきます、今度は。よいしょ。これね、めっちゃ柔らかいよね。力入れすぎて折らないように注意です。はい。で、ここのね、4箇所については、このフロントのね、ここの部分ね、ここにね、メッシュつく可能性あるんで、見えない。ね。見えないかもしれないんで、もしかしたらしないか分かりません。こんな感じでね。当時物がね、どうなのかな、実写の方がね、メッシュついたのかついてないのかっていうところなんですけど。一応まあ消しといてもいいんですけどね。実写の方がね、メッシュせずにしてたかっていうと、やっぱりメッシュしてたんじゃないかなっていうのがあるんで。カルソニックの方はメッシュありましたよね。このイタリアの方で確認できてないという、同じマシンなんで、多分ね、してるはずなんですけどね、同じように。ちょっと確認取れるまでね、ちょっと、ね。消えましたね。これサフォーク見たらね、もう一回イージーサンディングのこのね、ピン押し出しピン跡の外側についてるイージーサンディングの段差が残っててね、出現するときあるんですね、綺麗に取ったつもりでも。なのでしっかり削っときます。はい、こんなもんですね。綺麗に取れました。はい、そしたらこれいこうかな。これもね、水研ぎしたら粉がね、こうやって出ないんで、あんまで粉は出るんですけど、飛び散らないというか、こういう風にね、粉粉にならないんでいいんですけどね。これでいこうか。まあこれでいいか。水研ぎするとね、この100均のこのスポンジヤスリは弱いんで、どんどんこれが弱ってくるんですよ、この中。ペーパーの分がね、くっつけられてる分が。なので、あまり水研ぎには向かないんですけど、ちょっとぐらいやったらね、大丈夫なんで。ね、水研ぎするとこういう風にね、粘っこくなるんで、削りカスが拭き取れるんですね。ね、削っていきます。そしたら押し出しピン跡が消えて、塗装した時に押し出しピン跡が出ないということです、ね。はい、これはね、この辺りの話はまだベテランの方はもう知ってるからね、もうどうでもいい話になっちゃうんですけどね。はい、ね、押し出しピン跡消そうかな、どうしようかなって迷ってる方ね、はい、コムさんもね、もう見えへんとことかはもうしないんですけど、ね、見えるとこはね、できるだけ消すかなと思ってるんですよね。たまにね、もうほとんど裏側になるとこやったらもうしないときあるんですけど、できるだけ消した方が綺麗に仕上がるです、仕上がるですって仕上がります。はい、
このねスポンジヤスリは割とねこういうところねこうギュッと押し付けたら丸くね馴染んで削ってくれるんで丸みのとこには持ってこいですね。直線のとこは力緩めてやれば直線になってくれるんでね非常に、重宝しております。最近セリアで1000番いうやつが出てるんですけどね、この600番の方がよく削れるんでね600番使いますけど1000番はね使うかなどうかなっていうところなんですよね。たまに使う時もあるやろうけどあんまり使わないですね、コムさんは。一応買ってきたのは買ってきたんです。セリアのやつもね。買ってきたんですけど、やっぱり600番がいいか適してるかな。使い勝手がいいというかな、よく使うかなっていうね、ところですね。で、ここね、あんまりね、この端っこの方をね、削ってしまって強度がなくなったら、ここに多分ウィングのステーがつくのかな、何かつくはずなんですね。何やったかな、ちょっと確認取れてないんですけど、ちょっと見てみようか。はい、ね、どの道進んでいくからあんまりその辺はねどんどんあれせんでもいいかなと思ってね何もね調べないんですけど、動画でやってるんやからどんどん調べていってもいいんですけどね。出てこない、なかなか出てこないね。最後の方、やっぱりウィングのステーですよね。あれないぞ、その部分がないはずがない。あ、これか。違うね、こういう何か、こういうパーツですね。これ何やろな、空力パーツかな。とで一つはねエンジンの固定ですね。エンジンギアボックスとエンジンの固定に使うパーツがつくのと、これはなんかあれですね、何やろな、空力パーツなのかな。そういった何かこう薄い細いやつがパーツあったような気がするな。ね、その辺はまたね、ゆくゆく、あれしましょうかね。ここね、ここ一番心配なところは、ウィングの突っ張りではなかったんで、大丈夫というところになります。ここがエンジンとかのね、こう、横のね、突っ張りみたいになるんで、まあ、ここ削らないんでね、あんまり。心配ないですね。ここはね、こっち側から薄々攻撃したんでね、この穴はね、ちょっと心配ですけども。はい、こんなもんかな。であとこれやね、ここは押し出しピン跡は削りますけどね、そんなに厚みは削らないんでね、押し出しピン跡だけ削るんで強度的には何ら問題ないということになります。ここがね、これが結構ごつく出てるんですね、押し出しピン跡。もうちょっと薄かったらね、楽なんですけど、まあまあしょうがないね。出っ張ってくれてる方がね、イージーサンディングしてなくていい分だけね、助かるんでね、贅沢は言えないね。もうここまで来るとね、400番とかでざっくり削ってね、で600番で整えていくっていうんでもいいんですけどね。400番でいくとね、傷がね、粗くついちゃう可能性あるんで、もうこのままね、600番で頑張っていきたいと思います。はい、このスティックヤスリは、600番ですね。
で、あの1000万のやつが出たおかげで、あれ店舗によるのかわからないんですけど、600番がね見当たらなくなったんですよ。多分あると思うんですけどね、店舗によってはというか、そのね在庫がたまたま置いてなかっただけで、ないだけやったと思うんですけどね、600番わざわざなくす必要ないと思うんで、コムさんが行った店になかっただけって思うんですけど、1000番に変わっちゃったらね、コムさんちょっと辛いな。600番気に入ってるんで。あ、消えましたね、消えました。はい、左右分かりますかね。こっちまだ押し出しピンやとね、これは透明になってるんで見えてるだけなんですけど、ここ残っていますね。ここ消えましたね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでね、押し出しピンやと削れましたので、次ねやっていきたいと思います。次はね、このね表面処理もしていくんですけど、このね、ここにいらない、なんだ塗装のね塗り分けラインがあるんですね。ここにね、これを消していこうと思います。まずね、もうこれはね表面処理と同時にいくんと一緒なんで、これと同時に表面処理もしていくんですけどね、これ消すの結構ね、結構削らなあかんと思うんですよ。ちょっとほんまうっすらラインついてるだけなんですけど、削るといざ削るとなるとね、結構ね消えないんですよ。ちょっと今削ったら見てみましょうか。まだ残ってますよね。まあ部分的には消えてますけど、まだこう残ってるとこあるんで、あでね、ちょっとなくなってちょっと残ってるって感じ、このね状態を本来の塗り分けラインのやつね、ここにあるんですけど、これをねやるときにね、こういう状態にして残したいと思います。塗装このままやるとね、ちょっと残る可能性あるんでね、見えなくなるとは思うんですけど、塗り分けラインのとこにねシルバーのライン入るんで、だから消えちゃうと思うんですけど、もしかね、このラインが残っちゃったらね、この塗り分けラインが残っちゃったらね嫌なんで、若干こうやって削って半切れ状態ぐらいまで持っていってね、表面処理と一緒に削ってですね、で、マスキングに利用したいと思います。まあ、大体画像と見比べながらやったらね、塗り分けラインまあ別になくてもいけなくはないんですけどね、このマシーンに関してはね、塗り分け簡単な感じするんで、位置的なものだけですよね、確認 しながらいけば、大丈夫だと思うんですけど、一応ね、このラインも残しつつ、この外側のですね残しつつ、で画像とかね確認しながら最終的には決めてね、マスキングいこうかなと思ってるんですけど、はい、ということでこれもね表面処理の作業に入ってるということに、ね、なりますね。ラインを優先的に消していると、いらないラインをですね消しているということです。消えましたね。はい、このライン残ってるの見えるでしょうか。ね、これを今こっち側消しましたよというところです。はい。なんでちょうどね、これペーパーこんな感じでね、めくれてきましたよね。やっぱりここはこうね、力かかるんでね、水で浮かされて糊がね、はい、めくれてきます。これがね、このペーパーの最大の弱点なんですけど、水研ぎしなかったらこんなことならないんでね、まあ、水研ぎしてもこの程度は持つというところです。で、このねペーパーのこのザラザラの部分がもうなくなってくるんでね、このぐらいまで削ってくると、だからどっちみちペーパー自体があかんくなるんで、水研ぎで弱っても何ら問題なくね、いい感じで使いこなせるという感じですね。はい、これでね、おそらくラインは消えてきたと思います。なので、ちょっと待ってくださいね。あ、消えましたね。あ、これちょっと残ってるか。まあ、塗装で消えますけどね、もうここまで来たら。
はい、あんまりガシガシやるとね傷が深くなったらあかんので、今いい感じなんでこんな感じにしておきます。で、あとね、神安の方で、600番、神安の600番よ、これの方がいいかな、しばらくこれでいこうかな、うん、これでいきますね。こんな感じでね、表面処理していきます。表面処理は、まあ、剥離剤とかいうのもありますけども、同じようにね、同じように削っていきたいのと、あと、引けのね、引けの状態をね、確かめつつ、引けをなくしていくというところ。歪みとか引けね、をなくしていく。感じですね。はい、こんな感じかな。どうやろう、結構取れたと思うんやけど、はい、これでね、全体的に、艶消し状態になっておれば、こうね、光当てて艶消し状態になっておれば均等に削れてるというところです。で、この辺はねまだ削れてないんでちょっと削っておきます。ツヤっとしてるところがあればそこは削れてないということなので、そして、引けますね、ここにね引けがめっちゃあるんですよ。これをねやっつけておきたいと思います。はい、ということでね、今日は残念ながらねこの辺で終わったことは思いますけども、次回またね続きやっていきますので、この多分ね表面処理はやってしまうか、次回塗装終わってからもう一回表面処理になるか、なるかわからないですけど、やりますので、続きね、またやっていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ね。よろしくお願いします。で、いつものね、お願いとして、コムさんのね、チャンネル登録ね、チャンネル登録と、いいねとね、ご意見ご感想、ね、で、まあ、応援メッセージ待っておりますのでね、よろしくお願いします。はい、分かるでしょうか。あ、ここ、あ、もうこっちの引け消えましたね。ここね、結構あるんですよ。この辺にもね、あるんですけど、これ消えましたね。ここにね、少し残ってるの分かるでしょうか。キラーンとするのが見えにくいかな。はい、あるんですけどね、これだけはまっすぐにね、削っておこうかなと思います。もういいかな。あ、もうちょっとやけどね。はい、この辺はやっとこうと思います。はい、それではね、今日はこれで終わっときたいと思います。イタリア、日産、R92CP でした。お送りしたのはコムさんでした。それではね、長時間ありがとうございました。またね、次回お会いしましょう。さよなら。